こんにちは、ポプランです。今回の動画は、SA クライアントで遊ぼうとしている方への注意喚起になります。現在の画面は、作成直後のキャラが、ログインした時のものです。ここから遊びやすいように、アイコン類を配置していくことになります。ある程度まとまったら、一旦ログアウトして、キャラデータとして配置等を、セーブさせます。正常にログアウトすると、その時点のキャラデータが、自動的にセーブされるので、普通に遊んでいれば、特に問題は発生しません。ところが、ある設定をしたままログアウトすると、セーブされないばかりか、キャラデータが完全に消失し、次回ログイン時には、初期状態に戻ってしまうという、かなり残念な状況になってしまいます。メインメニュー、エージェントセッティング、と進み、オーガナイザーを選択、ここでアイテムを登録するのですが、アイテム名が日本語表示になっていると、文字化けを起こします。先ほどと同じようにログアウトして、データを保存してみます。初期状態の画面に戻っていますね。今のところ、対処方法は、文字化けしないように登録する、文字化けしたところを削除する、もしもの時のためにキャラデータを独自に保存する、になります。まず、文字化けを起こさせないためには、アイテム名の表記を英語にすることです。ユーザー設定から、オプション、その中の、言語を英語にすることで、ゲーム内のすべての表記が英語になります。アイテム名表記も英語に。設定画面の表記も英語になりました。ただ、それだと普段遊ぶときに、ちょっと不便。その場合、名称を英語で表示する。にチェックをすれば OK。適用を押せば反映されます。いちいちユーザー設定開くのめんどくさい、という方のために便利なアイコンがあります。アクションから、その他、下の方にスクロールさせると出てくる、イングリッシュネームというアイコンです。このアイコンをホットバーに収めておくと、ワンクリックで設定の切り替えが、できるようになるのでおすすめですよ。今日本語表記です。先ほどのアイコンをクリックで切り替えてみます。こんな感じで英語表記に便利なアイコンでしょ？次は登録したら文字化けしていた時の対処です。文字化けしたところにカーソルを合わせて右クリック。削除をするかどうかの確認が出ますので、OK を押せば解決です。最後に、キャラクターデータの保存方法です。ドキュメントフォルダ内の EA Games、これを丸ごとコピーしておいてもいいですし、さらにフォルダの階層を進め、個別のキャラクターデータを保存しても OK。サーバー名のフォルダ内にあるのが、個別のキャラクターデータになります。これをリネームして上書きすることで、別のキャラクターに同じデータを流用することもできます。使いやすくカスタマイズされた配置や設定等を初期キャラに流用すれば、すごくはかどりますよ。初めて SA クラを使った方が、この残念な症状で嫌な思いをして、ウルティマオンラインを嫌いになってしまったりするのは、とても悲しいです。身近に使い始めた方がいましたら、この件について話しかけてみてください。一人でも楽しく長く遊んでくれるようになったら、今よりもっとウルティマオンラインは賑やかになると思います。それでは、次回の動画もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。